ちゃ、小豆島の漁師浜湯です。今回はですね、無人島に網をやってみた第2弾ということで、あのですね、マサルさんと一緒にサバイバルをした無人島に網を仕掛けて、それを繰りに行ってみたいと思います。それじゃあ早速見ていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ船に乗り込んで、あ、メインスイッチ入りっぱなしや。大丈夫かな。メインスイッチが入りっぱなしなんで、ドライブだけ下げて、でエンジンで、馬力も上げていきます。前外して、でトンボも外していきます。だから船はね、僕らは前のことを思って、後ろのことをともっていいます。理由は知りません。よし、じゃあバックしていこう。で今船めちゃくちゃ牡蠣がついとって、走るめっちゃ遅いんですよ。また近々残したいと思います。それもね、動画にします。はい、じゃあ暑いんでもう外に来ました。で今回行く無人島はですね、いっぺんマサルさんと無人島の撮影をしたところでございます。でマサルさんがいっぱいね、高級魚がおったって潜った時に言ってたんで、ちょっと楽しみですね。はい、でジャンボヘリが見えてきました。でジャンボヘリの進行方向に僕の船の進行方向があるので、それだけ気をつけていきましょう。お客さん少ないですね。じゃあ波が来ますよ。波が大したことなかった。はい、でここが僕とマサルさんが無人島を楽しんだとこですね。あの夜は楽しかった。はい、じゃあポイントに到着したんで網入れていくんですけど、まずこのロープがね、いつも沖でやってるんで長いんで、これ縮かめます。で縮かめて、で結局ね、あの分岐点あったんで、そこでくくります。カエル股の2回バージョン、こんな感じ。じゃあちょっと移動して、網を入れていきます。受けか。鉛を海の中に入れて網入れていきます。でこうやってもつれたりしたら、ちゃんと引っ張ってもつれを直しながらやっていく。結局もつれたまま海の中入れたら、もう網がぐちゃってなってるんで魚もかからないんで、それを直していきます。じゃあ順調に網が入っていきます。はい、じゃあもう終わりですね。でまた鉛を入れて、でくくって、ほんで旗入れて終わりです。よいしょ。はい、じゃあ帰りましょう。はい、というわけで、ただいまマーのパスタの、メンタパスタ。はい、で帰って風呂入りました。明日はね、1時過ぎぐらいに起きなんで、早く飲んで寝たいと思います。今日はですね、札幌ビール、北海道ですね。色が濃い、濃い時のおしっこや。僕いつも金色ばっかり飲んでますけどね、札幌ビールも大好きなんですよ。うまい。それじゃあ皆さん、また明日。チャンネルそのままで。おはようございます。朝の1時です。超眠。はい、で今日もね、一眼での撮影とピンマイクでやろうと思ったんですけど、なんと雨が降っててですね、一眼レフ雨に大変弱くですね、今回はピンマイクじゃないわ、なんだっけ、 GoPro で撮影して、昔の小入れスタイルでやっていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、それじゃあいつものように尺稼ぎ長靴から、尺稼ぎカッパを履いて、上のカッパも着ていきます。寒くなってきましたからね、まるで変質者でございます。それでは準備運動をして、まずシャッターを開けて氷を積んでいきたいと思います。電気をつけてピカリ。こちら製氷機の氷、まあ四角い氷ですね。この四角い氷も大きさとかがあって、これはまあ中くらいのサイズだと思います。それを軽トラに積んで船の方へ向かっていきましょう。もちろんカッパのままです。いちいち脱ぐのがめんどくさい。それでは船に乗り込んで、エンジンをかけていきます。はい、それでは出航していきましょう。航海灯類をつけて、しっかりね、夜の航行でも安全でございます。それじゃあポイントに到着したら電気をつけて、水中ポンプを入れて、この船、生け間がね、前にあって、船の下に、なんだろう、船の
なんだ、蓋の上に、もういいや、でエアストーンの空気を入れて酸素ブクブクです。これで魚が酸欠で死ぬことはありません。それではどこにあるのかな、旗はどこかなと探して旗が見つかりましたんで網を上げていきます。果たしてお魚はかかっているのでしょうか。いつもの固定台詞ですね。お一匹目何かやってきました。クロメバルですね。いい肩のクロメバルがやってきました。そしてこれがオニオコゼです。まあ、刺さるとめちゃくちゃ毒があって痛いんですけど、タンパク質毒なんで60度以上のお湯につけてあげると大丈夫。なんかでっかいものが来ました。こちら胡椒鯛です。なんと磯の周りでもね、あんな胡椒鯛が取れたんですね。で第一陣の魚を外して生かしておきます。まずウマヅラハギですね。でオニオコゼに、でこちら胡椒鯛、いいデカさです。それらを生かしていきます。胡椒鯛も、まあ、多分この動画が公開される頃にはいい感じになってる。でこれはなんかわからない、愚痴かなと思ったんですけど、なんかわからないのが食べられてました。まあおそらくタコが食べたんではないかなと思います。それじゃあ外し終わったので第2陣見ていきましょう。船を操船しながら上げていきます。無理してあげるとね、網が破れちゃうので無理ない程度に。でこちらキジハタアコウですね。まあ今の上がりって言って死んでますけれども、でウマヅラハギが来て、でいつもの赤江です。赤江が最近本当大量に増えて困っております。まあ、赤江もね近々唐揚げにして売れたらいいなっていうね、そういう画策をしております。いやらしい、まあ、いやらしくはないんですけど。でこっちが、アコウのちょっといい方ですね。おまたアコウが来ました。いい感じですね。それらも生きてる間に生かしておきます。で網を食ってると、網もねすごく重たいんですごく熱くなるので、上着を脱いでやっていきます。あの上着ちなみに、500キロあります。で鯛の上がりですね。網仕掛けて、まあ、2時間ぐらいで食ってるんですけれども、いい感じでございます。で小さなアコウはリリースして大きくなって帰ってきてください。でまた赤江ですね。赤江が大変多いです。でオニオコゼが来て、でなんだこれは、これも小さなアコウです。同じようにリリースしていきます。さあどんどん網を食っていきましょう。おバリですね。アイゴ、バリっていうのは、まあ、ションベン臭いって意味があります。でこちらがタナゴです。タナゴは大変身のキメが細かくて美味しいです。でこちらヒラメですね。なかなかいい方です。ですごい痩せて、まあすごいってことはないんですけど、ちょっと痩せてたので逃がそうかなと思ったんですけど、翌日の市場でものすごい相場して、あびっくりしました。これ逃がさなくてよかったなってね思いましたね。赤江がどんどん溜まってくるんですよ。で磯よりねちょっと外したんで、磯中入れとったらもっと少なかったでしょうけど。でこちら赤江じゃなくてトビエです。これのねもっとでっかいサイズになるんですけど、本当に海の上をこうバシャーンって飛ぶんですよ。でまた赤江、でこちらメダカ、メイタガレですね。目玉が飛び出ているのが特徴でございます。でまた赤江、もうまた赤江で、赤江と多分イネゴチがついてます。でこちらまたイネゴチと赤江ですね。で赤江とかは、なんだろう、まあ、全部出して後から外します。いや本当すごい量ですね。もう赤江が鈴なりでございます。マジですか、マジですかとね、もう思わずため息が出てくるような。でこちら小さなタイゴ、タイゴも同じようにリリースです。でクレドクレド、赤江の山ですよ。赤江、赤江一つ外すに本当に3分4分ぐらいかかるんですけど、まあもうこの時点ですごい量の赤江ですね。まだまだ網は続きます。この網結構長いのでまだ続きますね。赤江、赤江、赤江が来て、そしてまた赤江が来るという、もう赤江地獄です。いやー絶対もう なんでこんなに増えたんでしょうね。でこちらまたでっかい胡椒鯛ですね。で僕赤貝が増えた理由の一つに、なんか最近謎の貝がすごいついてくるんですけど、謎の貝が増えたから赤貝の食料が増えたんじゃないかなとも思います。で今来たのはキスですね。まあなんか最近キスも年中取れるようになってて、たまにかかってきます。でクレドクレド、赤貝で、こちら赤ゲタです。美味しいです。美味しいし、なんか最近すごい相場もいいんですよ。で早送りで食って、赤江がひたすら来てすごいですね。で網繰り、まだ終了してませんね。とりあえず第3陣が終わって、外していきます。胡椒鯛に胡椒鯛で、それらを生かして、でまた胡椒鯛ですね。2匹胡椒鯛が来ました。でまあめぼしいものを外したらまた食っていきます。で食っていくんですが、赤江が来て、おいいもの来ましたね。ヒラメです。
いいサイズですね。でこれも生かして、でまた、カメラ位置変わりまして食っていきます。あ、いいヒラメが来ましたね今。でこちらのいいヒラメを外しました。こちらのヒラメなんと万円近くしました。ものすごく嬉しかったです。嬉しかったんですけど、もうそれ以上に赤エイを外すのが大変なんですよこれ本当に。で網も破るし、網もぐちゃぐちゃになるし、いやー山ができてきました。でこちらシュモクザメですね。めちゃくちゃ死んでて、あのアンモニア臭がしてました。大変鼻をつんざくような匂いです。でこちらなんか珍しいカニが来ました。もうずっと動いてないんでしょうね、藻だらけですね。でお家に帰ってきて、あ、網くりも終了してお家に帰ってきて、取れた魚を生かしていきます。コショウダイに、まあ、ヒラメとかなどなどですね、アコウとかですね。でそれを船の後ろに釣っておいて、エアーも止めて、これらの魚を外さないといけません。でまあ別の魚から見ていきましょう。カレイ、アマテガレイで、それら外して氷水の中に入れていきます。でこれを全部外さないといけません。でメイタに、まあいろいろですね、いろいろ全部氷水で、赤ゲタで、キンメバルと、ガシラですね。じゃあ先に、まあなんだろう、これらを箱に立って一番の方に親父に持って行ってもらいたいと思います。でまずメダカ一箱ぐらいいますね。で親父が赤エイを見て爆笑しております。やらんでよかったって言ってね。でこちらイネゴチ、こっちは多分一番行ってないやつですね、おかずかな。でメイタガレイとアコウでタナゴ、まあ一番に間に合わなかったやつですね。で生かしてるやつ、あ、とりあえず上がりをね先持って行って、これらは次の日に売りたいと思います。生かしたやつがこんな感じで、オニオコゼがこんな感じ。はい、じゃあ売れるもん外し終わったんで、今からこちら大量の赤い外していくんですが、まあ、多分リアルにね3時間かぐらいはかかると思う。でちょっと1匹ね外すとこお見せします。赤いはこのまず剣をね折ります。これが危ない、刺さったら抜けない逆剣になってて、でこの一番上の網からまずこの袋になってるんで、これ返します。ほんな残りの網がこれ1枚になった、まあ1枚というかもう破れてたから多分なくなったんだけど、これで外し終わり。ちなみにこれは簡単なやつですね。簡単だから早いけど、かかるやつはもっとかかる。じゃあやっていきます。絶対ねエイの唐揚げを作ってやる、食べたら美味しいから。はい、兄貴が手伝ってくれてようやく外し終わりました。で外し終わったのがこちら、画面一面のエイですね。めっちゃ疲れました。おまけに網もいっぱい破れたし、何箇所か刺さったし、エイが。はい、というわけでちょっと並べてみました。見てください、数えてみたいと思います。1、2、3、4、5、だいたい100匹ぐらいおりました。行かれてます。じゃあ帰ります。というわけでこちら持って帰ってきました。赤エイですね。若干グレーウィンドウみたいですけど、はい、というわけでね、赤エイが多い多いって文句ばっかり言っても仕方ないので、僕ね赤エイの唐揚げの製品をもう今日作ると決意しました。というわけで今日はこちらの赤エイを使ってエイから作っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう、レッツゴー。はい、じゃあまず観察していきましょう。赤エイはですね、お目目みたいなのがついてて、こちらなんか穴があります。いつも僕ねここ持ってこうやって持ち上げております。で尻尾の方ブイーッと見ていくと、ここになんかゴジラみたいな剣があって、でここ本当は逆剣の毒針がついてます。で尻尾の方は先っぽに行くほどこう硬いんですよね。なんかで裏面はもうね網で擦れちゃって真っ赤っかになってますけど、お口はねとても面白い形状をしております。まあこんな感じで、こちら非常にヌメヌメしてるんですが、もうねこういう体表取りません。取っても別に皮剥ぐので仕方ないというか意味ないので、こここう包丁を入れてこう切っていきます。ここにこう身がついてる、まあ、感覚はあんまわからないんで、ちょっとね切れ込みを先に入れて、でこっから包丁を入れて切っていく。軟骨が柔らかいのでスーッと切れます。はい、こんな感じ。ただヌメヌメだね。
で身の方は血抜きしてないんですけど、身自体は綺麗です。まあ、血抜いてもね結構血出ますこの子。で次反対も同じようにやっていきます。案外ねさばくの簡単なんですよね。はい、でここ包丁を入れて、で切れ込みをスーッと、入れていきます。で切りにくい場合は一旦ここでもう落としちゃって、ほんで魚をね立てらして切っていくと、あのこれの方がねよっぽど切れれるんですよ。こんな感じで切った方はこんな感じですね。ちょっとだけ身が残ってます。まあでもあんまり中入るとこうやって軟骨の部分いくので、あの別にまあ少々は大丈夫です。はい、でなんか面白い魚みたいになったところで返して、ちょっとお腹をね、開いてみましょう。お腹どこだっけな、まあ、ここらから開いてスーッとでパッと開けると、中にね肝臓が入ってます。これいっぺん鍋にした時めちゃくちゃ脂出て、あれ以来ちょっと苦手です。でなんかこちら、芋虫みたいな腸が入ってます。でここが口なんでこうつながってますね。口というかまあ口の入り口でしっかりねケツまでつながってる様子がわかります。大腸ですね。でこれが心臓かな。で中見てみるとなんかね卵みたいなのが入ってて、なんだろうこれ、なんか白子みたいなのが入ってました。まあこんな感じ。はい、で1個は皮付きでちょっと揚げてみようと思うので、塩でぬめり取ります。わ、めっちゃ取れる。こんだけぬめり取れたら気持ち悪くないですね。で流して、でもう1回だけ塩します。1回でちょっと取りきれませんね。裏はやっぱりね出るとこやから、裏筋から出よる。で洗って、で1個は皮付きで、もう1個の方もやっぱねさばきにくいんでちょっと塩して、ぬめり落とします。はい、じゃあまずこの皮を剥いでいきます。でまな板のして、ポッドゥいて、いちいち2階のベッドルームに来ちゃった。で手で剥ぐ方法もあるんですけど、やっぱ包丁で剥いだ方が僕は早いと思う。まああんまりねゴツしないから分からんのですけど、で魚体が小さいのでここ薄いので、もう大体ねどうだろう、ここら辺で切り取っていきます。まあ骨だから結構硬いので、で横に切るとやっぱ切りにくいんで、ちょっとね魚を持ち上げてあげると、ほら簡単に包丁で切るんじゃなくて手で切るみたいな、そんな感じ。はい、じゃあ端っこちょっと入れて、ギコギコで持ってスッスッスッと、あ、ごめんやっぱ切れてた返して、リカバリーですね、ちょっと入れて、で持って、で包丁を引っ張っていきます。向こうが切れてないからね、どうだろう、よし。はい、ちょっと身が残ったけどできました。で手で剥ぐとめっちゃ硬いんですよ。で残った身はリカバリーですね。はい、 OK。 で下側もギコギコ入れて、で皮を剥いでいきます。魚よりはねやっぱ硬い。はい、こんな感じ。はい、で皮も綺麗に剥げてます。はい、でここにちょっと太軟骨があるので、ここらで切って、で、ね、こっちは軟骨ごと、唐揚げにするように切っていきます。はい、こんな感じで、もう一個はこの軟骨の上、こちらを切っていく。これがね意外と難しいんですよ。ただうまくできたらこう気持ちがいいと。これ取っちゃうとめっちゃね薄い身になるんですよね。まあ、残りはもうこれ口いっちゃう。このめっちゃ硬いとこだけちょっと取っておきます。で皮付きは皮口上げるので、もうねそのまま切っていきます。同じように縦らしかして、で一口サイズに切っていく。はい、というわけで皮付きと普通のに切れたら、こちらのボウルにボン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 と入れていきます。で今カメラマンの太田くんが気づいたんですけど、これ見てください。めちゃくちゃ裂けるグミに似てます。こちらまんまです。そしたらこれにこれらを加えていきます。みりんいったかちょっと忘れたんですけど、まあ和風なんで濃い口、みりん、酒、にんにく、生姜です。分量はいつものように適当です。適当であり適量である、それが私の料理です。で生姜を加えて匂い消し、やっぱね時間経ってるからちょっとのにちょっと匂う。でバカっぽい味にするのにニンニクも。そしたら揉み込みます。エッチな音が鳴り響いてます。ちょっと余った汁捨てて、でこれで15分ぐらい漬け込んでおきます。はい、じゃあ15分ぐらい経ちました。でこちらこれですね、片栗粉と小麦粉を混ぜたものになります。じゃあ揚げていきましょう。はい、じゃあ粉つけて、でこちらを揚げていきます。
いや、めちゃくちゃ美味しそうですね。まあ、これぐらい入れて待ちましょう。で、カラッと揚がったら置いていきます。いや、うまそう。いい感じ。はい、で、全部揚がったらお皿に持っていきます。で、レモンを乗せて、はい、こちら赤ハエの唐揚げの完成です。はい、それじゃ小通り、そして唐揚げにもハイボールタイム。で、ハイボールの器にもちろん氷。はい、準備ができました。それじゃあ宴を始めようか。はい、それではいただきます。じゃあまずはこちら。はい、それじゃあ乾杯。氷が邪魔で飲めねえ。はい、じゃあレモン絞って、まずは皮なしいただきます。実食。うまい。全然臭みないし、魚じゃないね。でも肉でもない。エイですね、これは。で、軟骨も全然刺さらないし、もうちょっと小さくしてあげればもっと多分カリカリにいけるんですけど、それでもね、柔らかく噛み切れるし、あることによって面白いです。で、次は皮あり。ちょっと皮がブヨンブヨンしそう。あ、全然気にならんね。まあ、ただ見た目がね、うん、ない方がいいかな。ただこれ全然商品化いけますね。で、唐揚げにハイボールが合う。あー、うまい。でね、これめっちゃ合うと思う、一味マヨ。これをつけて、で、いただく。ほんとに何個でもね、全然いけますね。でも先のヒレの方ですね、これ。うわ、こっちは骨ないから、さらに食べやすくて、さらに美味しい。で、またハイボールが。美味しいかも。はい、それではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。いやー、赤い外すのね、兄貴が手伝ってくれたおかげで1時間半ぐらいで済んだんですけど、ものすごく大変だったんですけれども、今回の赤いの唐揚げが今まで作った中で一番美味しかったです。これはもうね、ぜひ商品化をちょっと検討していこうかなと、画策していきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。